はい、どうも皆様。奥田民生です。簡単カンタビレのお時間でございます。よろしくお願いします。ですね、本日はですね、ゲストを迎えて、やるんですが、一部、ちょっとまあ、諸事情がありましてですね、2日に分かれてるんですよね。その一部の場所が別のものに差し替わる、まあこれからご覧いただくんですけども、差し替わるので、急になんか時系列がおかしくなるというか、衣装も変わるし、ってなりますけども、そこだけ差し替えたんだなと思っていただければと思います。先にこれをちょっと説明しとかないと、それが気になってしょうがなくなると思いますんで、はい。それではこの後ちゃんとまた、どうも皆さんから始まると思いますけども、その辺一つよろしくお願いします。それではどうぞ。6, 5, 4, 3, 2, 1、ラーメンカレーミュージックレコード、アゴー。簡単カンタビレ。はい、こんにちは、奥田民生です。本日は久々に簡単カンタビレ原点に帰りました。もう何タビレかわからなくなって久しいですけれども、今日はこれバーチャルじゃないですよ。久々ですね。これまで録音ずっとしてたところに久々にやってきました。ここに来れなかったから、バーチャル背景とかでやってたりしましたけど、やっとこの、本物絵じゃないです。はい、久しぶりに頑張ろうと思いますけども、本日はですね、ずっと前に、もうだいぶ前になりますよね、最後にやったのは。ご当地ドライブ、いろんなゲストの方に来てもらって、その人の、まあ出身の方言とかそういうことで、歌詞を変えて歌ってもらうみたいなやつをやってましたけど、まあもうあれもぐるっと、まあいろいろやって、いつまでもあの曲で引っ張るのもあれだし、まああれぐらいでと思ってたんですけど、今回すごい強力なゲストの方が、ぜひやりたいと言ってきていただいて、今回久々にご当地ドライブ。ご当地ドライブでもないね、もうこれは。今日のは。はい。それをやってみたいと思います。本日のゲストをご紹介いたしたのがいいですか？大丈夫ですか？グッサンです。どうも。どうも。お邪魔します。よろしくお願いします。はい。久しぶりですね。いや、本当に光栄です。ありがとうございます。ちょっとそっち行きますよ。いや。噂ではあれですよね。はい、トータスが、はい、トータスに会ったか話したときに、はい、なんかその話してたでってトータスが俺に言ってきたんですよ。ちょっとトータスさんの家に家族で遊びに行ってた時に、あ、そうなんですか。はい。で、いや実は民生さんに僕ずっと連絡してるんですけど、メールがなかなか届かないんですっていう話をしてて、でまあそっからいや僕は実はこのチャンネルのこのコーナーの大ファンで、でトータスさんの見ましたと、あの晩秋のやつも、はいはいはい。でも全部見てます。でもなんか、これ僕自分が出たいなと思って、ちょっとずうずうしく思ってまして。はい。じゃあでも方言って言っても、まあ大阪弁なんかもうみんなやっぱ使ってるし、でも播州やられたらもうちょっと関西方面かなりちょっと厳しいんで、で僕にできることってやっぱモノマネだなと思って。ですよね。はい、あ。で、そっからおそらく皆さんはオファーされてると思うんですけど、僕だけちょっと自分から、そうですね。まあ、確かにやらせてくれって言われたのは初めて。いや、ほんとそれぐらい、
やりたかったんですよ。ありがとうございます。ほんで、今回、亀さん、結構また時間あったじゃないですか。あの、お声掛け、僕がお声掛けっていうのもおかしいですけど。あ、そうですね。ちょっとあの、ちょうどね、その、はい、本当はもっと早くやる予定が、はい。まあ、コロナのあれもあって。そうですね。はい。はい、あ。ちょっと、また伸びて。伸びて。その伸びたのが、どん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 僕の中でも、あの、やりたいモードが高まっていって、出来上がっちゃってるんですよ。もう。もう。それもちょっと見ていただく作業でもいいですか今から。あ、それはもちろんですよ。いいですか。っていうか、はい、最近モノマネってしてる？あ、モノマネはしてるんですけど、なかなかその、まあ、やる環境というか皆さんに見ていただく、そうそう、その多分テレビであったりとかないよね。なかなかそれはないね。ただ自分のライブとか、あ、そうか、そういうとこではやったりしてるんですけど、まあ、今僕のライブももちろんちょっと今延期だ中止だなってて、あ、そうですね。はい、あ。いやだからその。もうもちろんグッさんそのモノマネのレパートリーたるや、はい、すごいじゃないですか。いやありがとうございます、ね、それどんどんその進化 し続けてるんですか、増えてるの。これがまたずうずうしいんですけど、あのよしじゃあモノマネを考えようって言ってネタを考えたことないんですよね僕は。あのふとそうそう生まれるもんだと思ってるんで今全然生まれてないんですよだからほとんど、あれ何年でしたっけね、タミオさんが僕のライブに見に来てくださった時、あのモノマネもうふんだんにやってた時ですよね。やってた。あの時とネタほとんど変わってないんですまあね、でも、はい、あの時にすでにもうめちゃめちゃあったわけですからね。ただその細かいのはあれからちょっと増えてます。その人が誰とかこの人とかこのアーティストとかっていうよりもなんか細かいやつは増えてますね。細かいやつ、はい、まあ確かにあのグッさんはあのなんていうんですか、誰々のとかもそうですけど、はい、まあ、擬音のようなものとかねそうですね、そういうのもありますけど、まあ僕割と好きなのはやっぱりあの、はい、ロードランナーのクラクションというか声、あれ声なのクラクション、そうですね、ロードランナーの声ですね、鳴き声ですね、うん、うわ嬉しいです。あれちょっとね、タミさんちょっといいですか、じゃあ、はい、あのちゃんとコンビニ行って僕ちょっとコピーしてきましたんで。すごい用意がいいですね。いや、もうこれだけ時間あって何だったらもう自分から僕お願いしてるわけですから、ここに来てさあ何しましょうじゃ厚かましすぎるわけですよ。なるほど。これちょっと民生さんの分、じゃあちょっと下から、はい、すいません、はい。これあの一部民生さんのやつなんで。わかりました。ええ、でもこれまだ誰にも見せてないです。今民生さんが初めて見ます。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一緒に見たいんで僕、すいません。民生さんと一緒にあげたいんで。で、これ原本がここにちょっとあります。で、コピーしてます。はい、で、これちょっとスタッフさん用にじゃあ一枚ちょっとお渡しします。これスタッフさん用にいろいろお使いすると思う。じゃあちょっと一緒に見ていただいて。じゃあいいですか、はいはい。はい。いいですか、じゃあ、はい、開けて。はい。題して、モノマネ20個入り時をドライブ。20個入り。20個入ってます、この時をドライブの中に。はい。入ってますね。で、もうすいません。もうほんとこれ、人の歌使って何なんですが、もう完全に仕上げてしまってるんですけど、大丈夫ですかね。で、もし、仕上がってますね。ちょっと、ここは、こうした方がいいんじゃないかなっていうところも、タミオさんにちょっと、アドバイスいただければ。そんなもんねえですよ。で、ちょっとこれ、説明とか、どうしましょうか。いいですか、こちら、ちょっと、上からずっと。はい、上から。はい、じゃあ、はい。まずモノマネ本番に置いときますんで。はい、はい、はい。声のあれもあるんで。はい。まあ、最初、西城秀樹さんから始まります。はい。はい、で、さっきの角、やっぱり秀樹。あ、これ左をちょっと秀樹。さっきの角、やっぱり秀樹。秀樹、はい、はい。いいですか、この、勝手に歌詞とか変えて。もちろん、全然いい。ありがとうございます。これで俺、帰ってきて、ここで勝手に歌詞変えんなって怒られたらどうしようかな、ちょっと。いや、大丈夫ですか、そんなみんな変えてます。さっきの角、やっぱり秀樹。船井の手が、さっきの角、やっぱりギャランドゥですね。これ俺がやる。はい。これもしかして俺もあ、これカッコ全部タミオさんですよ。これだから、モノマネ、タミオさんのモノマネ。俺もやるってことね。もういいですし、タミオさんのまんまでも、これも。まあまあ、はい。はい。はい、一応寄せてきます、ね。寄せてください。はい、で、どっちの側から見て、秀樹。どっちの側から見て、秀樹ですよね。はい。で、こっちの側から見て、ギャランドゥ。ギャランドゥに書いてるんです。で、次、陽水さんになりますね。陽水さん。すぐ変わるの、はい。これだから、もう、2ブロック行ったらもうすぐ変わります。忙しいです。はい。で、そっちの探し物は何だ、はい、はい、見つけにくいものですっていう、この、はい。なかなか俺の、仕事多いです。多いですよ。これ、カッコ全部歌われてます。はい、はい。
で、さっきってどのくらい前のさっきなんだ。これちょっとそのまま行かせてください。そのまま行く。このニュアンス、はい、もう、陽水さんの声にバッチリあったんで。で、次ね、北島三郎さんですね。あそこのビル越えたら予作。予作って聞いてるんですよ。あそこのビル越えたら予作。予作で、テレさんが、トントントン、木を切る、へへへ。なんなら、だから全部、俺で落ちてる感じになってるじゃないですか。これ説明も入ってますから。振りの役やん、これ。そうです、そうです。実はそうなんですよ。僕はもう思い切って伸び伸びモノマネしてるんで、はい、それをちょっとこう、なんでしょうね、奥さんの役割というか、ぐっとこう、手前さんが、この人こんなこと言いたいんですよ、みたいなのをちょっとこうアドバイスしてるっていう、なんか立場ですかね。はい。あそこの薄茶色の祭り。祭り。今年も豊年を祝うっす。で、次、さだまさしさんなんですね。はい、薄黄色のコスモス咲いてる、かかしもこっちを見てるんです。ちょっとこの、さださんの世界観を。はいはい、で、あそこってどのあたりの100番100番って言いますんで、はい、ダスキン、これ商品名いいです。大丈夫ですかね、大丈夫ですかね、いいですか、これ。ダスキンでいいんじゃないですかねっていう。はい、これちゃんと曲に僕はめてますんで、ちゃんと合いますんで。はい。はい。わかりました。で、ここで、サビやっぱ浩平さんですね。ああ、いいですね。もうこれやっぱシャウトするにはもう。いいですね。浩平さん。はい、TOKIO ドライブ、サバイブ、元にはアイウェイを。まあこれ、ね、ちょっとやります。はいはい、で、TOKIO ドライブ、サバイブ、今夜はサタデーナイ。これちょっと浩平さんっぽい。なるほど。ワード。はい。はい。そこで感想で、ここに書いてる、セミ、ヒグラシ、トンビ、ウシガエル。隙間風。隙間風、はい。打ち上げ花火っていうのこれ全部感想の中に入れます。はいはいはい。はい。これ入れちゃいます。わかりました。なんならこれ感想とか、はい。編集でいくらでも長くできるんで、ずーっとやってもいい。ああ、ま、この尺で大丈夫です。この尺でいいですか。で、これ牛ガエルも、うん、牛ガエルって書いてます。牛ガエルが鳴いてるところに人がこう来て、水に飛び込む音までやりますよ。なるほどなるほど。はい。はいはいはい。で、隙間風も、サッシの隙間風を、それに誰か気づいてこう手で締めるとこまでやります。はい。で、はい、最後も打ち上げ花火でバラバラとちょっと尺調整しますんで。はい。わかりました。で、2番いきまして、小林明さんですね。ずっとこの道をまっすぐね。ずっとずっとずんどこぶしっすですね。はい。で、ずっとずっと赤いトラクターって聞いてるんで、燃える男の赤いトラクターです。俺の方が大事やん、これ。いや、その、二人で、もう一つになりますから、ね、これ。はい。わかりました。で、続いてが、屋敷鷹人さん。鷹人さん。鷹人さんはやっぱりちょっとこう、もう関西人としては入れときたいですね。まあ確かにね、よく、はい。よくこう、拝見させていただいてます、この。ありがとうございます。鷹人さんバージョンも。鷹人さんバージョンを。はい、で、まあ、さっきからまさか寝てへんよねって、ここはちょっとこう。寝てへんよね。変よなよりも、なんとかよねっていう、高人さんちょっと女性的な歌詞を書かれて。あれ、だって女性目線のやつ、ね、女性目線のやつが結構多いんで、さっきからまさか寝て変よねって言ったらまた民生さんが、やっぱやっぱやっぱすっきゃねんと。はい、で、これね、高人のバーって昔番組やったんですけど、はい、あの時の、もし寝てたらな、まあ、こんなもんなっていう。ここちょっとセリフっぽく、はい、な、もし寝てたらこんなもん、まあ、バキョンバキョンや。言うとあかんこと。不正になってるやつね。はい。はい、放送禁止用語をここをおっしゃってるんでしょうね。はい。そこを、バキュンバキュンやっていうのを入れたいと。で、すぐサビですね、ここから。はい。なるほど。はい。で、急にデーモンさんで、はい。TOKIO ドライブサバイブ、お前をロー人形にしてやろうか。はい。TOKIO ドライブサバイブ、ドゥハーって笑って。で、最後、A ちゃんですね。矢沢駅さんが、はい、シャウトします。東京ドライブ、サバイブ。元には戻れない。東京ドライブ、サバイブ、黒く塗りつぶせ。もう A ちゃんファンなら、もう、ぐっと痺れる、このワードを入れて。はい。で、この、なんでしょう、その、ドライブ、サバイブまでのちょっととこは、A ちゃんがちょっと、へいへいとかやってますんで。はい。で、このドライブ、サバイブの3回繰り返しのとこで、今度アニメから、ヤッターマのぼやき、バカダ大学の後輩、タンゲダンペ、ロードランナー。この、タミオさんの大好きなロードランナー。最後にね。はい。はい。来てたんですよ。ちゃんと。ロードランナー来た。やってたんですよ。うん、で、この4組が来て、で、最後なんですけども。はい。なかなか。はい。タミオさんに、なかなか
戻れないですよ、最後ね。そうよね。なかなか戻れないっていうとこを、はい、なんか民生さんが放送禁止を言ったみたいな感じになりますんで、はいはいはい、なかなか僕は P を入れますんです。で、ないって歌っていただいていいですか。はい。わかりました。これで全部で20個ですね。僕の、なるほどね。ハーモノの前、まあ、技といいますか。いや、すごいですね。もう1曲に20人。はい。そう。これもモノマネファンの方も。ええ。これはワクワクするんじゃないですか。いや、これぐらいやらないとさすがに皆さんの、もう今までのメンバーの方にも、もう、とてもじゃないけど、僕普通に来てそんなもん、とてもじゃないんで。いや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 。ちょっとこれぐらいちょっとやらせていただきたいですね。ありがとうございます。こんなにちゃんと用意までしていただいて。はい。すいません。もうジム、なんかすごいこうね。ちゃんとしてますよ。いや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 。まあ、そしたらもう、はい、あとはやっていただくということになりますよね。これは、僕がさっきと、あの同時にやりますよ。まあ、間違えたら後で直したりもしますけど、はい。なので、とりあえず同時にやってみるってことですかね。そうですね。はい。行ってみましょうか。おー。はい。じゃあ、それでは。はい。まあ、これ多分説明で一回分終わってると思うんで。次回。はい。本番です。はい。はい、とりあえず、また。よろしくお願いします。お願いします。